今回生田役を演じさせていただいています佐藤ひなたです。はい、今回リナ役を演じさせていただきます飯田ラウラです。普段立ってる舞台だと床にフットマイクがあったり照明さんに手伝っていただいたりして私たちは輝くことができるんですけど、今回はこの芝居で一本勝負というか、芝居がセリフがないところも私たちは芝居をしているので、近くにいる役者が面白かったらセリフを言ってる人よりもそっちを見ちゃうから、なんていうか本当に芝居力が試されるなぁなんて思いますし、あとはなんていうんですかね、お客さんとの距離が一番近いのがポイントだと思うので、こんなにね、こんなに近いんですよ。だからこんな普通のお店のカフェでねやるお芝居なんていうのは珍しいので、遊びに来てくださったお客さんにはなんかこうお芝居の楽しさを感じてもらえたらいいなぁなんて思います。そうですね、私は劇飯出演が今回で3回目になるんですけど、毎回本当に思うのは、来てくださるお客様も出演者になって一つの作品が出来上がっているので、本当にカフェをのお話なので、来てくださったお客様も自分が登場人物になった気持ちでいろいろ見て楽しんで美味しいご飯も食べていただけたら嬉しいなと思います。高校が一緒だったんですけど、ラウちゃんとは事務所のレッスンに週 1,2 回芝居のレッスンがあったので一緒のバスに乗って行ってたので、こうなんていうか手の内を明かしてるというか自分の芝居のスタイルを知られてるし、ラウちゃんのも知ってるからこそ、なんていうかこう変な闘争心じゃないですけど、なんか変わったところ見せなきゃみたいなのもありましたし、なんかラウちゃんどんな風に変わったんだろうみたいなのもあったからなんか楽しみでもあったし、こう会わなかった時間の分自分が成長したところをなんか見てもらえたら嬉しいなっていうのがあったな、私は共演って聞いた時に。それは私も本当に全く一緒で、ね、なんかこうお客さんの前に2人で一緒に出るのはもう本当に桜学院を卒業した後なんで、もう5年ちょっと、2013年度の卒業生なのでとかなんで、まあ、お客さんにもすごいお客さんも喜んでくれるかなっていうのも一つあったし、やっぱお互いそれぞれ違う道でこう今までやってきたのがあるので、やっぱね、もうちゃんと成長できてるかな、できてるとこを見せられるかなっていう不安と緊張と楽しみと本当にいろんな気持ちがありました。しかも私初めて年相応じゃない役を今回演じるので、そうなんだ、制服以外を着るのが初めてだったし、こうなんかアルバイトもしたことがないから、こう毎回お水を持っていくのにすごい緊張しちゃってなんか素で震えるんですよ。しかもなんかさっきマネージャーさんにもなんか着られてる感がいいねみたいな感じで言われたからなんか 見に来てくれたお客さんがなんかこう、あーボイボイボイって思ってもらえたら一番佐藤的には嬉しいですねですっていう。で、金髪似合うと思いました。そう、そうですね、今回の役で人生で初めて髪を染めたんですよ、ね、だから、まあ、それでもね、あ、違う印象を持たれるかなっていうのもあったし、なんだろう、でもなんか変わんない、変わんない、変わんないなんかこの稽古が始まるちょうど1週間前くらいに2013年度と12年度の卒業生と森林さんという方と一緒にご飯を食べたので、なんかそこで一回会ってるからこそワンクッションあったので、なんかめちゃめちゃ久しぶりっていうよりかはあんま変わんないよねっていう、なんか、うん、全然変わってなかった中身も中身もそんなにね変わってなかったからね、成人したよぐらいだねですそうですね、私はこう2018年にちょうどこういろんな経験をさせてもらって、舞台とアニメと他にもいろいろ経験させてもらったからこそ、こうオールマイティにできたらいいなっていうのは一番に思ってますし、最近だとラジオの冠番組をマンスリーで挑戦させてもらったりしたので、本当になんかこう芝居だけじゃない部分でも自分のトークだったりとかも磨いていきたいなと思うので、こう自分がね、原石だと思って磨きに磨きまくる令和にしていきたいなと思います。はい、私は、なんだろうな、でも本当に、まあ、たくさんのことを平成で学んできたと思うので、本当に桜学院にしても卒業した後にも舞台も本当にたくさん出演させていただきましたし、5月からまたいろんな舞台にも出演させていただくので、なんか本当に新しい役に今年は挑戦すると思うので、
もうどん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 いろんな役に挑戦してね、もうカメレオン女優になれるように頑張れたらいいなって。 40? 女優、あ、女優、あれら今間違えた、鼻の嫁、カメレオン女優になれたらいいなと思います。劇飯キツネたちが踊る夜、4月公演絶賛本番中ですので、当日券も日によってはあるようなので、気になった方はぜひぜひ私たちに会いに来てもらえたら嬉しいです。待ってるよ、待ってます、バイバイそういう感じ